レズエッジがした。さあ、来ちゃいましたね。5月体力測定、ステップアップ招待、メキシコサラマンダー&人面魚、どういう組み合わせだよ。あ、なんか、まあ、普通に見どころなく、10連終わった。セーバルブライト日第5章、お帰り。今回は第4話、さよなら、読んでいきたいと思います。ちょっと待って。不穏。未来、心配。早く元気になってほしい。まずはセントラルで見てもらわないとね。私たちに協力できることがあるといいけど。まずは、車が来るまで頑張ってセルリアンを片付けておかないとだよ。セルリアンがいたら、スタッフさんも危なくて近づけないもんね。セーバル、たくさんお掃除する。セーバル、みんな、どうしたの？そんなに慌てて。未来がいなくなっちゃったんだ。どこを探しても見つからないの。未来が？未来、自分で歩ける状態だったかしら。そんなはずないんだけど、すごく具合悪そうだったし。もしかして、セラリアンにさらわれた？部屋の中は荒らされてなかったんだよね。未来の服と荷物もなくなってたから、自分で出て行ったのかもしれん。すげえな、お前。なんて言うんだっけ、そういうの。プロファイリング？プロファイリング凄ましいな、お前。FBI 行け、オカピ。具合悪いのにフラフラしたらどっかで倒れちゃう。みんなで、探そう。私はあの通りを見てくるから、屋台の方お願い。おう。未来いた？ダメ。匂いぐらいは残ってるかと思ったのに、途中でわかんなくなって。匂いを消した？そんな、自分の匂いを消すことなんて、スタッフさんが、そういう道具を使っているの見たことがあるか。ええー、何それ。え、あ、でもなんか消臭剤とかあるもんね。確か、消すんじゃなくて、変えるものだったかもしれないけれど、ありえそう。それって、私たちのことそんなに嫌いになっちゃったの？未来、パークやめるって言ってたもんね。引き止められるのが嫌だったのかな。未来は、フレンズを絶対嫌いにならない。なんで言い切れるの？未来だから。おお、未来だから、いいね。この言葉に重みがかかってるね。フレンズのことが好きで好きでおかしいくらい好きなのが未来だから。輝きを奪われたくらいで、フレンズを嫌いになったりしない。絶対。未来はそういう人。未来はいつだって、フレンズのことを考えてる。と、セーバルは思う。そうだよね。未来は、未来だもんね。早く見つけないと危険。あんなにヘラヘラだと、セラリアンから逃げられない。未来を見かけてないか、みんなに聞いてもらおう。向こうにフレンズがいるよ。未来のことを聞いてみましょうか。ゴリラ、あのね、お前たち、ちょうどいいところに、未来を見なかった。黒ひょうを見なかったか。黒ひょうって、どういうこと？黒ひょうと休憩がたら飯を食っていたら、いきなりセラリアンが現れてな。周りのはすぐに、私が片付けたんだが、気がついたら黒ひょうが消えていたんだ。黒ひょうが消えた？未来も消えたのに、黒ひょうも？どういうつながりなの、黒ひょう。目を離してしまった私が悪いんだ。もっとしっかり見ていれば、さらわれることもなかったのに。あいつに何かあったら、私は、セーバラさん、マーゲイさんを見ませんでしたか？え？ちょっと待って。行方不明者多数。マーゲイがどうかした？待ち合わせをしていたのに、いつまで経っても来ないんです。周りを調べてみたら、マーゲイさんの手帳が落ちていて、もしかしたら、良くないことでも起きたのかと思って。セーバルは、マーゲイ見てない。そうですか。私のことを、こんなところまで連れてきていなくなるなんて、本当に、もう、心配ね。はい。ルル、ひまわりくんを知らない？さっきセラリアンを大掃除してたら、ひまわりくんだけ連れ去られて、ひまわりくんまで？セラリアンに？うちの黒ひょうも見つからないんだが、まさかあいつもセラリアンに。何かが、起きてる。もう、せっかくのお祭りなのに、未来もみんなもどこに行ったんだろう？あれ、未来さんもいないんですか？私、未来さんなら見かけましたけど、いつ？どこで？ちょっと前です。お祭りは賑やかすぎて疲れたので、私、静かな裏の通りで休んでいたんです。
そしたら未来さんが一人で裏の通りに入ってきて、未来、どこに行くって言ってた？すいません。私は差別する元気がなくて、すぐ茂みに隠れちゃったもので。ただ、町外れの森を抜けて行ってましたが。町外れって、あっち？はい、そうです。あっちです。それ、さっき言った方だ。ミステリーハウスがあった方、ほら！未来、ミステリーハウスをじーって見てたよね。未来はミステリーハウスのことが気になっていた。だから調べに。なんで一人で行ったのかな。私たちを危ない目に遭わせたくなかったから。今は輝きを奪われてフレンズが別に好きじゃないはずなのに。そんなことはない。未来はいつだってフレンズが好き。未来はミステリーハウスで何しに行った。セイバルはミステリーハウスをものすごく怖がっていたわよね。じゃあ大丈夫だよ。私たちだけ調べてくるから、セイバルはここで待ってて。セイバルも行く。ミステリーハウスは近づきたくないけど、未来を助けなくては。なるほど。今の未来は輝きを失ってしまっているんだね。そうなの。それで倒れちゃったから、セントラルに連れて行くはずだったんだけど、一人で建物を調べに向かったのかもと、心配だな。セイバルがその建物を怖がっていたんだって？セイバルさんが何かを怖がるなんて、そうあることじゃないと思いますが、怖いのかどうか、よくわからない。入っちゃいけない気がしただけ。そこへ未来は入ろうとしていたの？ああ、もう未来ってば！急いで止めなきゃ！一体中で何が起きてんの？もうこれどうする？パカって開けたらエロ同士みたいな展開になってたらどうする？ここが、そのミステリーハウス。大丈夫ですか、セバルさん。すごく震えてますけど。大丈夫。寒いだけ。むしろあったかいくらいですか。本当に大丈夫でしょうか。未来の姿は見当たらないわね。もう中に入っちゃったのかな。私、ちょっと見てくる。いやー、ちょっと待て。一人で成功。死ぬぞ。あれ？ん？あれ？このドア。開かないよ。本当だ。びくともしない。鍵が閉まっているのかしらね。いや、よく見てみろ。このドア、鍵を差し込むところがない。パークの建物なのに、鍵がないとは、妙だな。しかもそれが開かないなんて。何か引っかかってる？あるいは誰かが、押さえてるのかしら。ミステリーハウスが、入ってこないでって言ってる。そんなことあるわけ。セルリアが壁から出てきた？え？何？つまりミステリーハウスは、無限のセルリアでできているとそういうわけですか？なんなんですかこれ、気持ち悪い。またか。整然と陣を組んでいるな。温泉の時もそうだったが、こういうことができるのは、ルーラー。建物もセルリアに、何これ、ドア？一体、何が起きてるんですか？ミステリーハウスって何なんですか？話に聞いてたミステリーハウスと違うよ。とにかく、倒さないと。そうだね。頑張るぞ。くそ。次から次へと湧いてくる。ミステリーハウスからどんどん湧いてくる。セルリアンってこういうものだっけ？いや、セルリアンはいろんなところに現れるけど、壁を通り抜けるなんて。でも、ルーラーは地面を通り抜けていた。確かに。どうしたのかな？他のセルリアンとちょっと違うから。セルリアンはセルリアンだ。確か、物をコピーするだったか？それ以外に何があるって言うんだ？ん？うわっ！オオカミ！まずい。セルリアンが私たちを分断にかかっている。いや、ルーラーが、か。みんな固まって、孤立したら、一人ずつやられる。すげえな、もう。こんなことってあります？てか、ルーラー一人が賢すぎるんよ。来ないで、こっちに来ないでください。アデリー弁言、私が。アデリー弁言、建物に飲み込まれて。ちょっとルーラー、出して。
アデリーペンギンを返してよ。ルル、ダメだ。あ、そっちが、あ、そっちが、なるほど、身代わりになって撃たれるパターン、あ、そっち、はあ、いや、もう、いや、すごいね、もう。助けられなかった上にさらに身代わりになって、お前トムソンガゼル滞在人だよ、二人も殺したね、今。嘘。ラベラベも、飲み込まれ。ラベラベ、ラベラベ、ねえ、どこ無事なの？私、まただ。スカイレースの時もゴリラに怪我しちゃって。しっかりしてルル。まずはこの対岸を片付けないと。建物の中にきっと、アデリーも、アラビアオリックスもいるはず。わざわざ、わざわざ飲み込んだんだもの。ただ邪魔なだけなら、言いづらいけれど、すぐに消してしまえば、いいだけだもの。きっと、無事だから、そのはずだから。いなくなったみんな。アラビアオリックスは、トムソンガゼルが帰ってきた時の居場所を、用意しておきたいって言ってた。帰ってきたら、美味しい水を飲ませて、お帰りって言ってあげたいって。それが、アラビアオリックスの思い。黒ひょうもそこにいるのか、マーゲもか、待ってろ。黒ひょうは、ゴリラに恩返しをしたいって言ってた。助けてもらった恩を返すためなら、自分がどうなっても構わないって。それが、黒ひょうの思い。マーゲイは、みんなを笑顔にしたいって言ってた。それが、マーゲイの思い。みんな、大切な思いを持っているのに、持っているのに。きついな。ここまでたくさん押しかけられるとは、逃げる隙もないし。もう、ダメ、かな。諦めないで。群れを操っているルーラーさえ倒せば、きっと、きっとなんとか。でも、ルーラーがどこにもいないよ！おそらく、ミステリーハウスの中に隠れている。だがミステリーハウスの周りだけ、特にセルリアンが多くて近づけない。大切な思いは、簡単に消えてしまう。守ってきた思いは、すぐに壊れてしまう。フレンズも、人も、脆くて、儚い。だけど、セルリアンは、セルリアンは、セルリアンは何？お帰り、なさい。お帰り、なさい。おーい。いいね、さよならとお帰り。今回のサブタイトル解消はこんな感じでしょうか？何この声？セルリアンが喋ってる。うん、これは、ルーラーの声。ミステリーハウスから、ルーラーが群れを通して話しかけている。やっとみんなにもこの声が聞こえた。セーバルの気のせいじゃなかった。ずっと、セーバルに話しかけていた。ずっと、ずっと。セーバル。セーバル、セルリアン、セーバル、セルリアン。ルーラーの言葉は、セーバルの言葉。ルーラーはセーバル、セーバルは、ルーラー。お前、私、我々、仲間。そう。セーバルは、フレンズじゃない。おお、なんだ急に。どうした？セーバルは、真似しているだけ。フレンズの真似をしているだけ。セーバルの仲間は、セルリアン。ちょっとセーバル？何言って？フレンズ、人、脆くて、儚い。セルリアン、永遠、悠久を、行く。お前の、仲間は、こっちだ。あ？お帰り、なさい。おいと！ミステリーハウスの扉が、開いた。あれだ。多分今から CM 入るよ。
コナンのあの扉と一緒。え、行くの？セバル、行っちゃダメだよ。こんなの罠だよ。この罠だ。僕を落とし入れるために救われた罠だ。セバル！セバルは、ずっと、ルーラーは、ずっとセバルを待ってる。行ってあげなきゃ。何度もセーバルを呼んで帰ってこさせようとしてたから。セーバル、待っている。の、死者、セーバル、の、鍵、セーバル。お帰り、お帰り、お帰り。必要とされるのは嬉しいから、役に立つのは嬉しいから、必要なふりをしているだけ、セロリアンには、思いなんて、セーバルにはある。あ、そうだもんな。それを否定しちゃったらセーバルにはないってことになっちゃうもんな。セーバル、どうして？私はセーバルのこと大好きで、セーバルも私たちのこと大好きだって、そう思ってたのに。セーバルはたくさん旅をした。旅をして分かった。セーバルは、やっぱりセルリアン。みんなとは、違う。一緒に旅して、たくさん頑張って、たくさん笑った。ありがとう。楽しかった。セーバルの旅は、これでおしまい。さよなら。多分あれなんだろうな。今ここで自分を明け渡せば、こんな醜い戦いも終わるって思ってるんだろうな。セーバルあ、CM 開けた。名探偵コナン始まっちゃう。見なきゃ。ご視聴ありがとうございました。YouTube で見てる方はチャンネル登録と高評価を、ニコニコで見てる方はマイリストフォローを、気の向いたらね、いいねお願いします。